今ですね、ブラードブラードのプリカンを試していただいたんですけれども、このムラードというのはですね、特徴的に申しますと、まず倍音が多いんですね。非常に倍音が多いので綺麗に聞こえるんですよ、音が。で、あとまろやか、ちょっとマイルドな音になります。で、あとは低域から高域までまんべんなく出ます。これが特徴です。で、あとは歪ませた時に音の輪郭が潰れない、つまり、どこまで歪ませてもきっちり粒立ってくれる。で、音程感もきっちりあるので、非常に弾きやすくなるということですね。はい。それではですね、はい。ところがですね、今これ皆さんすごくいいなという印象かもしれませんけども、もっと良くする方法があります。というのは、今これはですね、真空管という観点から見ると、入り口は確かにムラードでいいものになりました。ところが出口は依然としてさっきノイズっぽかったタットが乗っかってます。ですからプリカンでムラードで作った、倍音の綺麗な信号が出口のですねタットでちょっと悪い要素がこう付加されて出るというような構成になってます。で、次は、パワー管もムラードに変えてみたいと思います。ですからオールムラードの構成ですね。はい。で、これやるにあたってまたバイアス調整しなきゃいけませんので、まず手順としてはこちらのパワー管を全部抜きます。大丈夫でしょう。パワー管を抜きます。はい、これで TAD のパワー管全部抜けましたので、これにムラードとこういうちょっと細身ですね、この中国管に比べると若干スリムな形になってます。このムラードはですね、オリジナル、これは復刻品なんですけれども、オリジナルのもの、これはイギリス製ですね、もともとは。ですから昔のマーシャルのオリジナルに乗っかっていた玉がマーシャル、ムラードですから、それの血統というかですね、引き継いで今ロシアで再生産されている。これはオーディオもそうですし、あとギターアンプのお客様にも絶大な人気があります。人気というか評価が非常に高い玉ですね。はい。では今パワー管の交換を終えましたので、この状態でヒュース&ケトナーにはこの贅沢にも、オールムラードの構成、多分こういう状態のアンプは日本全国数台しかないと思います。はい。では電源を入れて、はい、でちょっと1分間待ってですね、でこの状態だとバイアス調整が、先ほどは中国製のタットのバージョンになっているので、ムラードに今差し替えしたのでバイアス調整がまた必要になるんですね。ですので、はい、ちょっと待ってくださいね。はい。で、誤解されている方がよくいらっしゃるんですけども、ケトナーでバイアス調整しなきゃいけないアンプに対して、マッチングが取られた4本を買ってきてつければバイアス調整いらないという、そういった都市伝説もあるんですけども、それは嘘です。というのは、マッチングの状態のものをも使うというのは大前提なんですね。で、マッチングとバイアス調整の別物の話なので、マッチングバイアス調整するためには必ずマッチングされたものを
用意しなければいけない。したがってパワー管を交換するために原則として必要だというのがバイアス調整ですね。はい。で、またバイアス調整しますので、すいません、ご協力お願いします。じゃこれをちょっと持っていただいて、はい、すいません。はい、今指示値いくつになってますか？34ですね。34くらいですね。はい、さっきはTAD は30に合わせましたので、これは条件変えずに 4mA 高いので、これ下げます。下げて30に合わせます。今27、はい、見えます、大丈夫です。はい、今30にバイアス調整しましたので、これで調整は完了ですね。はい、ありがとうございます。はい、ではこれで今オールムラードの状態になりましたので、では早乙女さんに、はい、聞いていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？全然違います。全然違いますか？はい、はい、これ欲しいですね。あ、欲しいですか？はい、
どんなその3つ3パターンやってきて、はいはい、まあ、どれが一番これですか。はい、はい、あの高音もしっかり出てるし、はい、なんかこう中音が抜けてて、うん、弾いてて気持ちいいです、ね、気持ちいいです。すごく乗ってましたよね、はい、こう、はい、弾いてます。あの一番最初の純正感の時は、なんか音が変なので、なんか指も動かないみたいな。そうですね、すごく演奏に油が乗ったというかですね、はい、見ててすごく分かりましたね。気持ちよかったです。そうです、歪ませた時の、はい、さっきは2番目のものと、はい、今のものとどこが違いますか。うん、中域の抜けがなんか違う感じしますね、はい、そうですね、先ほど私が説明したように、やはり先ほどの2番目の例ですと、パワー感がものすごく悪さしてるわけですね、最終出口の部分で。なので、せっかくプリカンでいい音を作ってもそこで台無しになってしまうと。で今回の場合は、パワー出口も入り口も、クオリティの高いムラードを使ってますんで、もうそのままスポンといくわけですね。そういう理屈なので、やはりパワー感の組み合わせ、パワーとプリの組み合わせがどれだけ重要かということは体感できたのかなというふうに思います。はい、じゃあありがとうございました。皆さん拍手。はい、では津山さんお願いします。続いてクランチーですね。
はい、ありがとうございました。はい、それでは津山さん、印象いかがでしたでしょうか。一番やっぱいいですね、はい、クリーンもだいぶ全体的なバランスも良くなっていると思いますし、歪みも、まあ、さっきと比べてより前に出てる印象がありますね、うん、思わずさっき出てますよね。出てますね、はい、だいぶその、まあ、多少ケトナーの特徴の粗さは残ってるんですけど、だいぶ細かいニュアンスが出せる、うん、いい粗さになってきてるなと思いまして、そうですね、おそらくこれブラインドテストをやるとわからないと思いますね。ケトナーだとは想像もつかないと思いますね。騙されて買っちゃった感じですね。そうですね、はい、ありがとうございました。皆さん拍手、はい、ではトリオ口木さんお願いします。あ、皆さんですね、聞きながらでいいんですが、一番最後ですね、感想を書く欄がございますので、できればアンケートに書きながらですね、ご協力いただけたらなと思います。このアンケートは一番最後に受付に破って出していただければと思います。クリーンからお願いします。次実装ソーンですね。ストーソンですね。
ありがとうございました。では朽木さん、印象をいかがでしたでしょうか。これはオールムラードですね。まあ好みで言えば一番いい音でした。あ、そうですか。はい、まあ、ちょっとうちのアンプと変えたいぐらい。あ、そうです。今何を今はちょっと見たんですけれど、ちょっとわからないの。あ、そうですか。はい、1年ぐらい前に中古で買ってそのままなんですけれど、ちょっと見てもチューブアンプですね。チューブアンプ、マーシャルの1959なんですけれど。あ、そうですか。はい、見てもちょっとわからないんで調べているんですが、うん、ちょっとどこのものかわからないですね。そうですか。1959はうちのですねホームページで関西のギタリストの綿貫さんという方がいらっしゃるんですけども、その方が真空管の聴き比べを動画で作ってくださいまして、その方も1959のアンプを使ってますね。その時もね、ムラードをパワー管と、あとプリ管がですね、ヴィンテージ管のアメリカのシルバニアというものですね、その組み合わせがベストチョイスしていただいたということがありましたですね。はい、動画で拝見させていただきました。そうですか。はい、はい、これクランチが一番最初のと比べると割とハイが出るようになってるんですけど、あんまり痛くない感じにだんだんなってきて、うん、そうですね、2番目のが割とハイがきつかった感じに、はい、それは割とまろやかなって感じがします。うん、やはり一番最後のこの組み合わせがベストチョイスですかね。はい、はい、ありがとうございます。安かったです。あ、そうですか。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん拍手お願いします。はい、ではですね、まだちょっと時間があるので弾いてみたい方いらっしゃいますか。はい、じゃあどうぞ、せっかくですから。このアンプはなんかシングルコイルのがいい音で感じる。うん、そうですね、これもですね、じゃあそれで、あ、お名前を、佐藤さんです。はい、すいません。
じゃあ他のチャンネルも引きやりますか。今のディストーションなので、はい、じゃあクリーンいきますか。次クランチいきますか。ありがとうございました。皆さん拍手。はい、では佐藤さん、印象をお聞かせいただければ。はい、やっぱりあの両方変わってるやつが一番気持ちいいかなっていう感じです。あ、そうですか、はい、ずっと実際に、ま、最初と2回目は、ま、弾いてませんでしたけども、やはり全然違いますか。そうですね、やっぱりこう弾いてて気持ちよさが全然違うかなっていうのが、ただ聞いてるのと弾くのとは違いますか。違いますね。全然違いますか、はい。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、もう一度拍手お願いします。はい。他にいらっしゃいますか、弾きたい方。ラストチャンスですよ。大丈夫ですか。はい。それではですね、体験の方はこれでおしまいです。はい。実際にですね、皆さん弾いたりもしくは弾かれたりとか、なかなかこういった形で同じアンプで真空管だけを変えていくなんていう機会はあまりないというか、ほとんどないと思います。で、私どもがですね、こういった形でギタリストの皆さんにですね、セミナーをやる理由というのがあります。それはですね、もちろん私どもが真空管の販売業者事業者だというのもありますけれども、それよりですね、やはり真空管というものを正しく理解をしていただいて、自分の味方につけてほしいんですね、真空管というものを。というのは、実際上今ですね、マーケティングにおいてはですね、例えば楽器屋さん、あとアンプメーカーというのはどういった戦略で言ってるかというと、とにかくアンプ本体を買い替え、もしくは、下取りに出してですね、新しいものをどんどん変えて買い替えていくという戦略で言っています。で、これはまあ商売上そういう戦略もありだと思いますけども、もっと、ギタリストの皆さんにはですね、真空管を交換することによって音をこんなに変えることができるということが分かればですね、1台のアンプをもっと大事にできるんじゃないかと。で、1台のアンプで、真空管をいろいろ交換してですね、末永く自分の音をこう
すくい込んでいくというか、そういったこともできます。ところがそういった環境に技術的にはあるんですけれども、それをお客様、つまり楽器店などでいうと楽器店の店員がですね、じゃあ新曲が変えるといいですよと、でこういう組み合わせだとこういうことになりますよというところはもちろんできていない状況であります。でただ現実的にはこのようにですねきっちり音作りというのができますので、それを念頭に置いていただくと、真空管交換することによって、経済的な効果ですね、つまり余計な出費は皆さんしたくないわけですね。要は自分の好きな音が手に入れられれば、それでいいわけですから。でそのために最短ゴールとして真空管交換するというのもあります。もちろんいろいろですねアンプ道楽をしていろんなアンプを買い替えてですねなんかこう行くっていうのもありますけども、それですといくらお金があっても足りないと思います。でやはりギタリストの皆さんにはですね、まずプロの方には成功していただきたい。でプロじゃない方はまあギターライフ充実したそういったものを過ごしていただきたい。そのためにはいい音というのが必要になるわけですね。でいい音で、お客様に感動を与える、もしくは自分がそれで感動するというような、人生を送っていただきたい。その手助けを、できたらなと。まあ、真空管というのは非常にアンプ本体に比べるお安いですから、その中でいろんなこう組み合わせを楽しめるということができます。ですがそういうことができるんだということを、分かっていただいただけでも非常に私どもとしては嬉しい限りであります。はい。で、最後になりますが、私どもですねこういった定期的に、まあ、今回ケトナーですけども、前回はそこのマーシャルの2000を使ったんですけども、こういった形で啓蒙活動をしていきたいなと思っております。で今後の様子はですね、YouTube でも後日公開しますので、お仲間にですね、ぜひ見てくれということで宣伝していただければなと思います。はい。では、時間になりましたので、最後このアンケートを書いていただいた方はですね、受付の方に1枚破っていただいて、置いていただくという形になります。はい。それではですね、今日は、クリスマスという非常にご多忙の中ですねここに集まっていただいて皆さんと時間を共有できたことを非常に嬉しく思います。まあ明日も明後日もお休みでしょうから、楽しいクリスマスライフを送っていただければなと思います。では今日は、ご清聴いただきましてありがとうございました。